同じこんにちはポータイトでしょうもデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、ぶっちゃけプレスキルじゃねえよ、ぶっちゃけプレスキックの数値って何なのやっていきたいなと思います。これね、ずっとやりたかったんですよね。あのね、なんとなく必要なのは知ってるんだけど、まあ実際何なのみたいなね、そうですよ。なんていうか、キック力と決定力あればいいんじゃねえのみたいなところになってくるわけですよね。ただね、検証のしようがなかったんですよ。同じシチュエーションって作れなかったんでね。ただ今回トレーニングモードでできるようになったんで、もうやるしかねえだろうという形でやっていきたいなと思います。検証法ですね。検証方法はご覧の位置から蹴っていきます。この位置からですね、毎回全部パターンでやっていきますけども、 iPhone にですね、動きを記憶させて蹴っていきます。方向、画面方向変えずにですね、打っていきます。キーパーオブラクで50本程度ずつですね、検証をしていって、変化を見ていきたいなと思います。中村俊輔選手を基準にしてですね、決定力とキック力を合わせて他の選手でも見比べていきたいなと思います。はい、まずはですね、もういきなり俊輔選手見ていっちゃいましょう。まあプレスキック102ですからね、決定力も98だし、まあこれはね、それなりに決めてくれないとっていうね、とこなんですけど、プラス5ってね、むちゃむちゃ熱いよねキック力85なのが90になるってやばいよな。なんか俊輔選手だと、あのバルデスフランス戦のフリーキックがね、ずっと心に残ってるんですよね。あれ気持ちよかったな。はい、見ていただきました。うん、まあまあ、あの程よくいい感じですかね。あの決めすぎちゃっても検証はならないので、決められそうで決められないぐらいがちょうどいいんですけどね。決定力は 38%、 約 38% になりましたね。まあちょうどいいんじゃないですかね。うん、方向画面変えてないんでね、まあこれぐらいが妥当かもしれません。まあ同じフリックでも若干の違いがあることは少なくとも分かりましたよね。うん、でまあこれがですね、実際すごいのかどうかっていうところですよね。うん、これ102がこれなんで、まあ、これがすごいのかですね。キック力、そして決定力合わせたこの男連れてきました。ハーランドですね。決定力98、キック力90まで上げてきています。これでどうなのかって感じですよね。はい、見ていただきました。うん、明らかですね全然違いましたね。これね、しかもこれ決定率ね 0% 1本も入んなかったちょっと惜しいのあったんですけどね、ダメでしたね。まあ、あの方向を変えればね、もちろんもうちょっと入ったかなとは思うんですけど、まあ同じ条件じゃないので意味ないんでね、全く入る気しませんでしたね。というか、うん、やっぱプレスキック大事なのかな。いや、カーブじゃねってコメントしようと思った、あなた正解です。ということでですね、次はサラー持ってきました。決定力、キック力合わせて、でカーブがですね95まで上がってるんで、少なくともハーランドよりはね、曲がってくれて入るんじゃねえかみたいなね、気もするんで持ってきました。はい、見ていきました。うん、変わりません変わんなかった。ハーランドよりカーブかかってたっていうか、本当にかかってたねそこすら怪しかったよね。完全にそんな変わんない感じだったよね。ちなみにこれね、決定力 0% でしたねいやー、あのね、表にするまでもないっていうか、めんどくさいからもう表にしませんけど多分表出してないと思うんですけどね。いやー、そうか。はい、ここね、先におまけというか結論の前にやっていきたいんですけど、あのね、この矢印がね、ちょっと違うということがまず分かりました。このフリックした後のこのラインですね、これがですね、中村俊輔選手はこう最後ね、ギュッて曲がってるんですよね。ただそれに対してハーランドとサラーはそんな曲がってないんですよ。これちょっと分かりにくいね、横並びにすると。重ねると分かりやすいかな、こんな感じで。これ俊輔選手、これハーランド、これ俊輔ね、これハーラー、これサラーか、これハーランドね、これ違う、この違い分かりますかね、この微妙なこの違い。うん、なんですけど、この角度になった瞬間なんかね、入るみたいなね、気しません？なんか俺だけかなこれ、あ、入りそうみたいな気するんですよね。
この違いが結構大きいのかなと思いました。でね、あとね、この矢印を大きく外すことはなかったですね。キックが矢印通りにはね、蹴れてはいたかなという感じでしたね。はい、ということは基本的にはですね、この矢印通りに蹴ってくれてるんですよ。うん、っていうのは一つ言えましたね。ということは結論いけますね。結論です。プレスティックが高いとフリック通りに矢印を出しやすくなるとします。これ結果だけ見た人意味は分かんないかもしれないけど、あのフリックがそのまま反映された矢印になりやすいみたいな、そういう風に言えば分かるかな。うん、なんかそんな感じですよね。じゃあとりあえず分かったことをまとめておきました。まず一つ目、プレースティックはですね、フリックの矢印における反映度合いという風な意味合いでしたかね。もうちょっといろんな言い方してどれか分かればいいんですけどフリックした通りに矢印が出てくれるよっていうようなイメージでしたかね。うん、そんな感じの数値になっているということが分かりました。まあ最終的にはね、フリック通りにはならないんですけどね、カーブのこう曲げた具合とかがね、そのまま出やすいよって感じでしたね。はい、で2つ目は数値に関係なく矢印通りには蹴ってくれるっていう感じでしたね。まあ、ただね、これはね、蹴っている可能性もちょっとあるんですよね。蹴ってるが高いから矢印通りに蹴ってくれてるっていう可能性はね、ちょっとあるかなと思いました。まあ、ただどうでしょう、蹴定力低いけどフリーキック精度高いみたいな選手結構いると思うんですよね。そう考えると正直蹴ってるかあんま関係ないって可能性あるのかなと思いましたね。であとはプレスキックが高いとカーブが生きてくる、高くて初めて生きてくるのかなと、あのサラーとハーランドを見ているとね、やっぱそれは思いましたね。うん、で決定力よりやっぱプレスティックの方が現状ね、やっぱ大事なのかな。うん、決定力高くてもプレスティック低ければちょっとそんなにって感じかな、このショートフリーキックに関してはね、やっぱり思いましたね。現状優先度はプレスティック、カーブ、キック力の順番になってくるのかな。うん、そんな感じしましたね。まあ、あとはね、やってて思ったのはカーブがかかると結構落ちてくれるって印象あるんですよね。この壁を越えた後にグッと差が落ちてくれるっていうね、感じはしましたね。なのでそういった意味では使えるのかなって感じ。ただまっすぐだとですね、プレスティックなくてもワンチャンいけんのかな、そんな感じもしましたね。矢印がちゃんと出せればって感じですもんね。まあ、なのでいずれにしてもですね、逆説的な話なんですけど、ちゃんと狙った場所に矢印が出せればですね、全然入るっていうね、そんな感じはしましたね。まあ、いずれにしてもですね、 PS っていうのはまあ必要になってくるっていうのと、あとは自分が愛用してるキッカーの矢印の出具合っていうのかな、感覚っていうのはトレーニングモードでちゃんと掴んでおく必要があるのかなと思いました。まあ、さっきの矢印見ていただければ分かるんですけど、ちょっとした違いでもね、大きく変わってくるかなと思いますので、ぜひやってみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かったら、参考になったら、面白かったなと思ったらですね、高評価チャンネル登録していただけるとすごくすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。もう12月も中旬ですよ。早い早い、今年のうちにやんなきゃ、いろいろ。もう頑張りますけども、皆さんも年の瀬に向けて頑張りましょう。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。